オーウィーン作品440は、ヨハン・シュトラウス2世が作曲した、ウィンナワルツである。シュテファン大聖堂を中心に、巨大な防壁に囲まれた、中世のウィーン。下部に比較的地味な第二の防壁が見える。世紀末ウィーンでは、大幅な人口の流入によって、郊外の居住者が急増し、それに伴って、ウィーンの地域も拡大されていった。 中世以来ウィーンは二重の防壁で取り囲まれていたが、皇帝フランツヨーゼフ一世の決断によって第一の防壁は取り払われて、巨大環状道路、リンクシュトラーセとなった。第二の防壁、リーニエンバルはそのまま残されていたが、1890年に再び地域を拡大するにあたって取り壊された。ワルツオヨハンシュトラウス二世はこれに目をつけ、 地域拡大に関連する曲名のワルツ、オーウィーンを作曲した。1891年5月、プラーター公演の合唱ホールにおいて、500人もの軍学隊員とウィーン男性合唱協会により、諸演された。有力紙、新自由新聞は、このワルツを、今にも、ウィーンの森の響きが聞こえてくるような新編入クが、いかにも郊外らしい調子を伴って、 音楽として登場すると評している。地域拡大により、バルツ、ウィーンの森の物語で有名な、ウィーンの森の端に位置する郊外が、新たにウィーンの区となったのである。ありがとうございます。